ね、私のアトリエ兼まだ売れてない、あと賞も取った作品などまだたくさんある私の部屋です。ミンネやベースにも、ベースにも私の長山太一という名前、長い山に太いに関数字の1で長山太一と検索していただければ私の、真相が、真相とは心に思いっていう字で真相と書いて中国語で絵を描きたいの描きたいという意味です。真相画家と名付けました。切り開く何かを自分の中で、何かを描いたくて、抽象画があまりにも広がっているので、私なりの表現をするために真相画と名付けました。思いがあり、私の絵には、私の代表者である欄外、長山太一で検索していただけますと欄外、創作の遊び場と出ます。代表者の方は早坂るいさん、今は作家をなされている方ですが、元は詩人で柳瀬隆先生とも、交流のあった方です。その方のところで約1年開けるまでになりました。落書きしか描けなかった私が、こういう絵にたどり着いた経緯は、早坂るいさんの出会いと、あと早坂るいさんに導いてくださった歌村あかねさんという欄外の詩人さんのおかげで今の私の絵が、去年の9月から10月ぐらいにかけて落書きを始めて、まあ、まず窓道夫さんの、アンパンマンミュージアムで窓道夫さん展の絵を見てから、私にも抽象画なら描けるかもしれないという思いから落書きを始めた時にちょうどルイさんに出会い、歌村さんを通してルイさんに出会い、そこから私なりの、葛藤をしながら鉛筆、絵の具、それからパステル、クレヨン、いろんな表現をした後、最終的にアクリル絵の具にたどり着き、私の一つの、表現としてカラーパールを使うことにより、絵の中に、光をもたらす画法を自分で編み出し、そして、一番最初の絵が、今では、2色画3色画と、その画法は公表はできませんけど、誰も真似したことのない世界にたった一枚の絵を描けるぐらいになりました。体調が悪く、具合の悪い私は、一応障害者日給ですけど、体が痛くて、薬を飲んだりとかして、精神状態も、弱くて、心もとない私ですけど、絵に対して真面目に、表現、自然の中の、小さな道端の花や誰も見つけれないような大きい花ではなく、本当に小さい誰も見つけられない花を、最近では携帯電話にダイソーで売っている接写レンズというものがありまして、それを通して私なりの自然を見つけ、そこから得た色彩の表情、そして色彩の模様、いろんなものを季節と一緒に表現したり、
今の心の心情を、出したり、ある時は苦しみ、ある時は喜び、ある時は悲しみと、いろんな感情を込めて絵を描いております。決して、怒りであったりそういう感情ではなくて、絵にぶつけるというよりは絵に表情を持たせるという意味です。私たちの家と生きているこの世界には自然がたくさんあります。ですが壊されてきているのも事実であり、そして私は住んでいるその中土佐町呉笹葉という地区には自然がそのまま残っており、その自然の中の野の花を見て私は、感受性豊かな花たちの表現を絵にしたりしています。早坂るいさんのところで去年の、9月から始めた絵が5月、その次の年の5月には展覧会に出させていただき、最初から始めた画用紙画が7枚1万円となっておりますが、7枚売れました。その経緯はツイッターであり、来てくれたお客様であり、いろんな方に私の絵を購入していただきました。その時はまだ私の絵はここまで進化はしてなかったですが、私の絵を大変気に入ってくださり、購入いただいた方々がいて今の私があります。いろんな意味で影響を受けた方が、パウル・クレーさんだったりエルンストであったり、自然から得るものは大きいと、自然世界には色彩にあふれていろんな色があります。その色をその絵の具を基本的に私は水を使わないので絵の具をそのまま使い絵を描きます。水を使わない絵です。時には使う時にはまた違う表現が水でできます。筆は使いません。筆を使う時には、縁取りのちょっと微妙な残りをちょっと色付けして書き加えるだけでほとんど筆は使っておりません。私の絵は、アクリル画でアムステルダムやゴールデンや、ターナーやそれから、いろんな絵の具を使っています。その絵の具により絵の表情があり、絵の表情が出来上がっていきます。ここにある絵を全て取っ払ってしまうと、花園が突然なくなったようなそんな気分さえ陥るほど絵に囲まれて生活しているためすごく寂しい感情が私の中を駆け巡ります。今はこの絵があるのですごく落ち着いてますけど、展覧会や何かのためにこの絵を送る時にはこの絵が全てなくなるとただの白い壁になり刺さった画鋲がところどころに残るだけですごく寂しい思いをします。絵に対してそんな感情でいつも接しています。私の絵は表情があり、あとルイさん曰く私の絵には物語があるそうです。死も中に隠れており、私は元詩人を目指していましたけど、その詩をうまく書くことができずにルイさんから3年間詩を封印して
絵に専念してくださいということで、私の言葉は絵の中に封じ込めてあります。それを気づいてくだされば嬉しいです。絵だけを見て美術館なのでさっと行く方が多いですが、私の絵は、絵そのものの中に心があるので、その中の表情を心で読み取っていただきたく思います。絵というものは、ただ見て回るのではなく心で見るものであり、本来、癒しの花のような感じで見るのがすごく素敵なことだと私は感じております。そして私の絵を見るときには決して、暗いところで見ず、明かりのついたところで傾けながらちょっと見てもらったりしたら、すごく絵のカラーパールの明滅がきれいに光り輝いて、色というのはこんなに発色するのかというぐらいにキラキラと光り輝きます。カラーパールを使ってない絵もありますけど、ほとんどの絵がカラーパールを使っております。左に見える木のような絵は、スピリットアートで、障害者のスピリットアート展で800人中1150点の中で100位入選という快挙を、果たした絵です。あと岩崎凪さんという、世界をも股にかける画家さんがいます。岩崎は漢字で岩という字に、崎は山に大にかという字なんですけど、岩崎凪の凪は、カタカナです。その方のおかげでアジア、国際交流展という、20人の中の外国人も守り、混ざり、日本人の数名の方の一人に選ばれ、また欄外の後藤理香さんという方、油絵ですごく優しい絵を描かれる方なんですけど、その方も一緒に欄外から2人選出され、岩崎凪さん、その他、画家の皆さんの協力のおかげで絵を飾り、みんなに見てもらいました。韓国で有名な明教寺という方に、私の絵を指名してくださった凪さんに感謝もしております。みんな力がなければ、ルイさんや、田村さんや凪さんや、またツイッターやフェイスブックの皆さんの心がなければ今の私はありません。感謝とありがとうは忘れず、私の人生あとは半生、何年生きれるか分かりませんけど、せっかくいただいたこの運命の道をまっすぐ進んでいきたいと思います。これからも皆さんよろしくお願いいたします。永山太一原作で、絵がもし欲しい方があれば、ミンネやベースや、インスタグラムやフェイスブック、その他、アメーバーブログ、アメーバーオアン、オウンド、それから、タンブラーブログ、永山太一で検索していただければ、私のとのメッセージをやり取りできますので、皆さんよろしくお願いいたします。少し長くなりましたけど、私の精一杯の説明、発達障害もあるため下手なところもありますけど、この熱意を分かっていただければ幸いです。それでは皆さん、
お会いできる日をお待ちしております。欄外展は来年の5月、私の個展は10月に来年決まっております。いつもの個展は、10月の個展は、北九州小倉の、文学サロンになる予定です。北九州の方、よろしければ見に来てください。よろしくお願いいたします。もし街で私を見かけることがあれば、よろしくお願い、声かけてください。よろしくお願いします。いつか世界に羽ばたくのを夢見て日夜頑張っております。よろしくお願いします。失礼します。